はい、皆さんこんにちは、かなめくんです。今日はぶどうです。ぶどう栽培についてやらさせていただきます。前回の、おすすめ果樹ベスト5を出したところ、ぶどうの反響が結構ありましてですね、ぶどうをやってほしいということで、今日はぶどうの鉢植え、こちらを教えたいと思います。ぶどうは鉢植えできます。もうすごくたくさんのエリア、全国各地で、まあいろんな場所でブドウが取れるようになってくると思います。そして収穫までできます。家庭で栽培できちゃうんですね。ぜひとも今注目されているブドウ、こちらをご家庭で作れる簡単な植え方をご紹介したいと思いますので、ぜひともご覧ください。はい、やってきました、ブドウのコーナーなんですが、結構ブドウを興味持ってくれてる方多いと思います。で、私もですね、ブドウ興味がありますんで、まあ結構動画で調べるんですね。ブドウの育て方とか調べるんですけど、すごいいいことを皆さん言ってらっしゃるんですけど、難しいなと思いました。はい、なので今回はですね、結構シンプルに簡単に楽しめるようなポイントを、紹介させていただきたいと思います。今日はですね、植え付けと、まあ、今6月なんで12月まで、あと半年間ですね、の管理の方法を簡単に教えたいと思います。はい、まずブドウの特徴なんですね。これを皆さん確実に覚えておいてください。簡単です。ブドウはお日様が好き、雨が嫌いだけです。簡単ですよね。お日様が好きで雨が嫌いなんですよ。はい、そしてこの条件を完全に満たす場所が皆さんのところにも多分ある方は多いと思います。それはどういうところかというと、カーポート。はい、カーポート、車庫ですね。車庫というのかな、日差しですね。車をこう雨よけするような、あるじゃないですか、カーポートって。カーポートで日が入るタイプですね。遮光されてても多少日が入るようなカーポートをお持ちの方、ブドウを植えてくださいと言いたいところなんですね。それぐらいカーポートっていうのはすごくブドウ栽培に適した場所だと思っております。あとは、まあ、私の家もそうなんですけど、私の家ウッドデッキがあって、そこに洗濯物干すとこがあるんですね。はい、その上にこうカーポートみたいなサッシがこう伸びてるんですよ。はい、私その洗濯物の上でブドウを這わせています。あとは日当たりがいい南側っていうのかな、南側のマンションベランダでも、日が入ればあのブドウ栽培できてしまうかもしれません。なんでこういった条件が揃う方は本当にブドウはおすすめです。もしもそういった条件ではないけどやってみたいっていう方、ブドウの中でもあの雨に強い品種っていうのもやっぱりあるわけなんですね。そちらの方もこの後紹介させていただきたいと思いますので、ぜひチャレンジしてくださいね。はい、では早速今日植える苗を選びに行きましょう。ではレッツゴー。はい、やってきました、当店のブドウコーナーですが、ここでブドウの種類選びに入るわけなんですね。で、先ほど言いましたブドウは極めて雨とか湿度に弱いということで、じゃあまあ一番強いのはどれかという話なんですが、まあおすすめはですね、はい、こちらデラウェアですね。はい、一般的なこの小粒のブドウになりますが、デラウェア結構強いですね。路地に植えても結構強いかと思います。あとここ豊橋ですけど、お客さんで結構できたよなんて言ってくれたのが、はい、巨峰ですね。いいですね、巨峰ができれば上等じゃんって思っちゃいますけど、はい、ここでは巨峰デラは結構できます。先ほど言ったカーポートとか、屋根ですね、日差しがついてるようなところでやれる場合であれば、はい、出ましたよ、シャインマスカット、こちらもできちゃいます。そして今日はですね、せっかくなんで私が気になってる種類の品種を植えてみようかなと思っております。それはですね、はい、こちらの品種ですね、藤みのりさんと言います。これね、すげえ気になってたんですよ。何が気になるかっていうと、はい、見てください、ゴルフボール大のジャンボブドウっすよ。ちょっとこれね、食べてみたいなと思って、まあ見本鉢兼ねて今日はこの藤みのり植えてみたいと思います。今日植えるのはこの藤みのりの、まあ、1年生苗って言われる苗ですね。一応大きさ的には、まあ、よく販売店で売ってるサイズがこちらのサイズになると思います。1年生苗で育てると、まあ、大体2年か3年ぐらいかかってしまうんですね。その木を作ってブドウをならせるっていうと、で私思ったんですよね、そんなに待てないと。はい、ということでお願いして作っていただいてるのがこちらのですね、3年生苗っていう、プラス2年育ててくれた苗をですね、当店の方では販売させていただいております。ジャングルみたいになってますけど、これ結構高さがありまして、もうこれ私の背丈超えております。ちょっとねこれ地方配送できないんですが、もう待てない、そんなに俺は気長じゃねえぞっていう方々ですね、まあ、私みたいな方々は、3年生苗、こちらを植えていただくこともお勧めしております。はい、これカーポートですね。当店の台車置き場のカーポートなんですが、ここがなんかやりたいなと思って2年ぐらい前かなにブドウ鉢で植えたんですよ。ほら見てください、これも鉢ですね。はい、鉢植えで多分1年生苗だったかな、買ってこれが大体3年目ぐらいの姿ですね。どうですか、良くないですか。今もうブドウがほら見てくださいよ、房がなっております。これカーポートにね、一応パイプでこう土台作ったんですけど、隙間が空いちゃったんで、ほらやっつけで竹
裂いたやつを渡してあります。このような形でもね、まあ、一応こう支えとしてできるわけなんで、どうですか、もしお庭にカーポートがあるお客様が、そして日当たりがいい条件のお客様がいましたら、これ本当ブドウはねやっとくべきですよ。だってね、朝からこんな日が入って、見てください、こんなに緑が美しくてブドウがこうなってたら、なんかもう会社行く前からハッピーじゃないですか。なんか今日一日元気出そうみたいな感じになると思います。はい、ちゃんと収穫も楽しめますんで、カーポートがあって日当たりがいい環境のお客様、ブドウです。苗を選んできましたね。こちら1年生なので藤実りになります。だいたいブドウを購入される方はこういったロングポットっていう通常よりも長い形状のビニールポットに入ってるケースが多いです。実際ですね、ブドウの植え付けに関して言うと一番扱いやすいのは冬なんですよ。この葉っぱがまだない状態の苗木、この状態の時に植え込むっていうのが、まあ、一番理想的なんですが、まあ、その時期は限られております。1月とか2月ですね。なんですがやっぱり植えたい時期っていうと、こう今の春のような時期であったり、まあ、秋の時期であったりするんですね。まあ、夏の植え付けはおすすめは全然しませんので、夏だけはやめてください。こう葉っぱが出てきてしまうと冬の植え付け時期とは違う、少しデリケートになります。ブドウの植え付けに関してなんですが、このロングポットですね、通常であれば、鉢よりも一回りか二回り大きな鉢に植えてくださいって言うんですね。そうすると大体皆さん想像するのはこの直径のことを、この直径ですね、直径のことを、まあ、一回り二回りって言うと思うんですが、それも間違いではありません。しかしこのロングポットの場合、いきますよ。はい、参考までに持ってきましたこちらの鉢ですね。じゃあこの鉢に植えたいと、もう直径十分ですね、一回り二回りぐらいはよっぽどでかいですね。なんですがこれ見てください、この高さ、これをこのまま入れるとですね、ロングポットの状態の方が大きくなりますね。こうなってしまうのは NG なんです。どういうことかというと、今この葉っぱが出てる状態っていうのは根っこがこの中でこうニョキニョキと動き出してる時なんですね。なのでここに入らないからといって、この時期にこの中の根っこをガシガシやって取って、このサイズに適応させて植え付けようとしてしまうと、すごく上についてる葉っぱ、株にダメージが残ります。この時期に植えたい方は必ずこのポットを抜いた時に、このポットの形状で残る根鉢と言います、根っこと土がついた状態ですね、剥がした状態、この根鉢を崩さずにそのままポット植え付けてください。今回使う鉢は不織布、布でできた鉢です。これですね、実は鉢選びの回で私が独自でおすすめさせていただいた鉢になるんですが、鉢選び見てない方はぜひとも、見ていただくと参考になると思います。この鉢ですね、例えばこれに植えるとするとスポット入ります。見てくださいね、はい、スポット入っちゃいますね。上から見ると、はい、このようにスポット入ってしまっております。これぐらい余裕がある、形状の鉢、大きさの鉢がいいですね。そしてこの鉢は何がいいかというとですね、鉢底石がいらないんですね。はい、鉢底石がいらないので全て土がこの中に入れることができるんです。そうすると、まあ、何がいいかというと、全体に根っこを張り巡らせることができるので、根っこを張る量が多くなるんですね。通常だと、まあ、鉢底石入れるとこれぐらいになるじゃないですか。で、残りのここが土になるわけなんですね。根っこの伸びるエリアはここしか伸びないんですけど、こちらの場合、まあ、全部下まで効率よく根っこを張らせることができるんで、まあ、果樹栽培にはすごく適した鉢だと思います。はい、続きまして早速植え付けやっていきましょう。はい、鉢選びました。次は土ですね。土は鉢栽培やられる方でしたら、お花用の培養土、草花用の培養土を使うことが多くなるかと思います。まあ一応果樹専用のっていう土も、実はあるにはあるんですね。なんですが一般的なのは、まあ多分お花の培養土、という形になると思います。今回は、はい、こちらの培養土ですね。ごめんなさい、これ私の顔がついてる培養土全国売ってないんですけど、お花の培養土で大丈夫、いい土とはっていう回を出してありますんで、まあ、そちらの回を見ていただいていい土選んでください。お花の土になります。はい、お花の土とそれに赤玉土の、今日は中粒、粒がちょっと大きめのね、中粒をブレンドした土を使いたいと思います。こうすることによってがっしりとした土になるんですね。草花用の土はあくまで草花を育てるレベルの土になってます。樹木育てる、果樹育てるっていうと土台をがっしりさせたいわけなので、この赤玉土、これを混ぜることによって土台をしっかりとした土に作り上げるんです。ではブレンドしていきましょう。まず培養土と赤玉土の比率なんですけど、私はもうほぼ半分半分ぐらいに入れてしまいます。はい、培養土を入れましたら赤玉土を入れます。そしてですね、一応肥料分、これから生育期間に入りますんで、プラスアルファで、元肥専用という肥料がありますんで、そちらは入れた方がいいので、初期段階で入れてしまいます。はい、元肥専用いろいろありますけどね、うちはこのオリジナルの肥料を使ってます。パラパラと入れます。この土をですね、よく混ぜ込んだら、まあ出来上がりですね。今回植えるブレンドした土が
できました。では早速植え付けしていきたいと思います。はい、まず植え付けの手順なんですけど、ロングポットこれ入れる体で考えます。はい、まず頭ですね。最終的にこれ頭がこのロングポットと同じぐらいの高さにしたいので、そこまでの、高さの調節をですね、土を入れることによって行います。土入れて高さのこれで調節をしました。まあ、こうやって置いてみるといいですね。最初の段階でこのポットを焦って先に取らない方がいいです。下にちゃんと土台を作ってからポットを一度置いていただいて、高さを調節した上でポットを外して植え込みましょうね。はい、さてできましたんでポットを取っていきましょう。ポットですね、根っこが結構固まってる場合があるんで、ちょっと揉みほぐしながら、このようにですね揉みほぐして蓋をしながら抜いていきます。よいしょ。はい、根鉢がこのような形になってます。これをなるべく崩さないようにですね置いて、周りに土を入れて植え付けていきます。はい、途中途中で少し軽く土をこう押し込みながら、揺らしながら土をちゃんと下にこう入れるような感じで、植え付けていきます。はい、できました。これ植え付けはここまでで終了なんですね。はい、なんですがブドウはもう一つ特徴がありまして、つる性の植物なんですね。なのでこのつるがどん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 伸びてきます。必ず1年目、支柱を立ててください。はい、支柱です。これ見てください、私と同じぐらい、私より高いですね。はい、180センチの支柱があります。これぐらい長いですね、支柱立てていただくと、すごく安心かと思います。結構ぐんぐん伸びます。支柱が低いとですね、またこう差し替えなんかしていかないといけないので、初めからこう高めの支柱を立ててしまうっていうのが、まあ一個ポイントだと思います。で、支柱はできるだけこの下の方ですねに1箇所で、まあ中間に1箇所はちゃんと止めてあげます。で、伸びていけば伸びていっただけのところでまたこう止めてってあげる。で、上に上に伸ばしてあげるっていう形で、まあ育っていってください。で、これですねちょっとポイントなんですけど、ツル、これヒゲですね、まあツルというかヒゲがこう伸びます。このヒゲですね、基本あんまり必要ないと思いますんで、ヒゲ切っちゃいましょう。はい、チョキンと、はい、このヒゲも支柱をこれ固定していきますんで、ヒゲが変に伸びてですね、いろんなところにぐるぐると絡まっていってしまったり、他の枝に絡みついたりして邪魔になるケースがあります。あと、まあ病気を拾ってくる可能性もありますんで、ツル、まあこれ取っちゃって大丈夫です。取った方が管理がしやすいかなと思います。そして最後は水をたっぷり、中途半端にあげてはいけません。もうたっぷりダバーっとあげちゃいます。ここの下からですね水が出てくるぐらいの水量を、植え付け直後は上げてくださいね。はい、ということで、植え付けと支柱立てです、全て終わりました。で、このまま今年は水やりして管理していただくんですが、水やりのポイントです。ブドウはですね基本的にちょっと乾かし気味の管理で大丈夫です。土が湿っていたらダバダバ水をあげる必要はありません。乾ききったらたっぷりと水が出るぐらいまであげるっていう感じの水管理の方が、生育はいいです。あと冒頭で言った日当たりですね、日当たりがいい方が確実にツルがぐんぐん伸びますんで、日当たりいい場所で管理してください。梅雨時期ですね、やっぱり雨量が多い時期、外でしか置けない場合は軒下にちょっと移動するとかっていう工夫も、まあ、これ病気を発生させる、病害虫を予防するポイントになります。で、もし病害虫が出てしまったなと思ったら、はい、こういった簡単に使える病害虫用のハンドスプレーもあります。こういったものを一応持っておいていただいて、なるべく雨降りの後ですね、雨がバーッと降った後に発生しやすいんで、その予防的な感じでちゃんと薬剤散布の方をしていただくと、まあ、だいぶ病気と害虫の発生を抑えれるんじゃないかと思います。はい、今回ですねこれブドウで今植え付けの方をしましたが、この植え付けの仕方、鉢の選び方と土のブレンドの仕方と根鉢を崩さないようにした植え付け方法、これはどの果樹でも適用ができますんで、ぜひこのブドウ以外でも果樹を鉢でやりたい方、ぜひ参考にしてください。ブドウですね、何回も言ってますけどつる性の植物です。なので最終的には、まあ、ネットとか支えってなるものがこの上に、カーポートもそうですけど必要なんですね。なのでこれはですね皆様夏休みの宿題だと思って、DIY をぜひやってください。自分の家にあったブドウ棚というのかな、ブドウ線というのかな、線でも結構です。まあワイヤー引っ張ってやられる方もいますしね、この辺は自由だと思いますんで、ブドウの収穫のために大人の自由工作ということでブドウ棚作ってみてはいかがでしょうか。はい、今回のカーメンくんガーデンチャンネルブドウ編、良かったかなと思う方はぜひともグッドボタンお願いいたします。
そしてこのブドウですね、私これめちゃくちゃ興味があるんです。というのも私の知り合いでブドウ農家さんがいるんですね。もうめちゃめちゃ面白くてめちゃめちゃすごい方がいるんで、ぜひですねそちらの方にもこう出演いただいて、ブドウの年間管理の仕方をもう年次で更新していきたいと思っております。興味がある方ぜひともこのチャンネル登録お願いいたします。皆様のご自宅でブドウがたくさんたくさんたくさん取れますように。ではまた次回、バイバイ。